はーい、こんにちは。今日はですね、何をご紹介するかと言いますと、チャ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 ー、ここにいろいろ並んでる商品たちをご紹介しようと思うんですけど、今日は以前ご紹介したアイハーブでの私のお気に入り商品をご紹介したいと思います。アイハーブは以前もご紹介した通り、今私が住んでいるマレーシアでも注文することができます。けど、日本と全く同じものがマレーシアでも買えるかというと、結構これ欲しいなと思ったものが、マレーシアではちょっと、購入できませんって言われたりとかすることもあるので、海外でも買えるおすすめ商品という感じで、今日はご紹介していきたいと思います。では、スタート!ではまず一つ目からご紹介、一番大きなこちらの商品をご紹介します。こちらはプロテインになります。ですね、私とチャーンは毎朝プロテインスムージーというものを飲んでるんですけど、これがすごい良くてですね、プロテインって結構今いろんなブランドさんから出てるじゃないですか。で、やっぱり体に、取り入れるものは、なるべく添加物がないものがいいなとか、自然なものがいいっていうのが私なりのこだわりなんですけど、なぜこのプロテインを飲んでいるかというと、このプロテインは実はお医者さんが開発したプロテインなんです。ホエイプロテインだったりとか、ソイプロテインとかいろいろあると思うんですけど、これはですね、エンドウ豆というものがメインになってるプロテインになります。なかなか効かないプロテインの素材というか原料なのかなと思うんですけど、もともとこれを開発したお医者さんの方が、いかに、入院患者さんとか病院の方に健康的でよりバランスのいいものをっていうので開発されたものなんですね。で、基本的にはオーガニックのものを全部使っていて、オーガニックのエンドウ豆、オーガニックの玄米、オーガニックのチアシード。で、私が買ってるのがこれが、チョコ、クリーミーチョコファッジフレーバーという味を買ってるんですけど、ココアのものも全部オーガニックということで、これはオーガニックプロテインとしてものすごい体にも、安心して飲んでいただけるというもので、私は好んでずっと買っています。プロテインってタンパク質ですよね。で、タンパク質というのは、1日に摂取しないといけないって言われてる量が、だいたい成人男性で 65g、女性で 55g って言われてるんですけど、その量を普段の食事から摂取するのってなかなか難しいですよね。で、やっぱプロテインが足りなくなってくると疲労感がすごかったりとか、やっぱ疲れがなかなか取れにくいとか、体をこう活動的にするものってタンパク質ってものすごい必要なものなんですね。私たちはこれを豆乳とか、あとはオーツミルクで割ったりとかで、その中にフルーツ、バナナと相性がチョコレートはいいかなと思ってバナナを入れたりとかして、スムージーにして毎日朝ごはんとして摂取して飲んでます。で、腹持ちがいいっていうのもありますし、やっぱ女性には嬉しい。タンパク質を摂ると何がいいかっていうと、髪の毛だったり、この爪とか、あとお肌とかも全部タンパク質がやっぱり必要になってくるんですね。なのでやっぱりこういうものが、飲んでいるとすごいこうツヤっ
にツヤツヤなってきたりとか、髪の毛が元気になってきたりとか、やっぱり飲まないでいる時よりもこの肌が元気になってるかなっていうのとかはすごい実際感じます。なのでどういうものがいいのかなとか、結構プロテイン悩んでるよとかっていう方とかで、やっぱできるだけでナチュラルなものがいいなと思う方とかはこれがおすすめです。はい、では次にご紹介するものはこちらです。じゃ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 ーん。これも結構人気かもしれないんですけど、これはビタミン C のサプリメントになります。この箱の中にこういう感じでいっぱい入ってるんですね。で、形としてはこんな感じになっております。で、ここを開けてこうチュチュチュッと飲むっていう感じなんですけど、なぜこれを私が選んでるかというとですね、ビタミン C ってその美肌とか美白っていうのにすごく影響するサプリメントになるんです、栄養素になるんですけど、まあ、今私マレーシアに住んでたりとかするとやっぱり年中暑いっていうこともあって日差しが結構きつかったりするんですね。でやっぱり日焼け止めとかを塗るんですけど、どうしてもそれだけじゃ対処できないっていう時とかに、やっぱ体の中からしっかりとビタミンを入れていくっていうことが重要になってくると思うんですけど、これは何がいいかというと、リポソームっていう形になってるんですね。で普通の錠剤の、ビタミン C のサプリメントとかは、リポソームとかじゃないと、なんて言うんですかね。ビタミン C っていうのは基本的に水溶性のビタミンになるんですね。なので、尿とかと一緒に排出されてしまうんですよ。なので、せっかくサプリメントとして体の中に入れ込んでも、きちんと届いてほしいところに届く前に体外に出てしまうっていうのが結構多くってですね。で、このリポソームっていうのは特殊なカプセルみたいな形になっているんですよ。こう目にはもちろん見えないんですけど、それが体の中にしっかりと浸透してくれて、効いてほしいところにきっちりと届いてくれるっていうのがリポソームっていう風になるんですね。なのでせっかく同じサプリメントを飲むんだったら、しっかりと体に効果効能を届けたいということで私はこれを飲んでいます。で、これはちょっとドロッとした液体みたいな感じになる、なって、正直あまり美味しくはないですけど、毎日飲むものとしては結構コスパがいいかなと思います。でこれは時期とかによって全然違うんですけど、アイハーブっていうのは結構そのセールというか、割引をしている時があったりとかするので、私はそういう時に結構まとめて買ったりとかするんですけど、1箱約3000円くらいで買ってます。で、中に30個これが入ってるので、だいたい1ヶ月3000円って考えたら、日割りして1袋100円っていう風に考えたらめちゃくちゃいいですよね。結構やっぱりね、外から美白の美容液とか美白化粧水っていうものをつけるっていうものももちろんいいんですけど、体内からこういう栄養素を入れるっていうのが私は一番効き目があるなって正直感じていて、なのでその美白美肌とかっていうものに結構興味がある方は一度こちら試してしばらく飲んでみてほしいなと思います。はい、続いてですね、ご紹介したいのはチャ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 こちら、ビタミン C セラム美容液になります。こちらはですね、何がおすすめかというと、なんとピュアビタミン 20% も中に入ってるんです。これは結構すごくってですね、やっぱりそのビタミン C を歌ってる化粧品とかでも実際につけてみるとそこまで効果効能を感じないっていうものとかもあったりするんですけど、これはね、すごく効いてる感があって、どう効いてるって感じるかというと、顔につけるじゃないですか。
そうしたらね、ちょっとピリピリってこうピリピリって肌にするんですよ。なのでもしかしたらものすごく敏感な方とかにはちょっとおすすめできないかなとか、あとちょっと肌が揺らいでる時とかはちょっとあんまりおすすめじゃないかもしれないんですけど、ものすごくこれはね、本当にビタミン C が 20% 入ってるっていう感じがあって、やっぱりずっと使ってるとこの小鼻のところの毛穴とかってすごい気になるじゃないですか。そういうところに集中してしっかり使うとものすごくね、なんかこうあまり気にならなくなるというか、毛穴がキュッと引き締まった感じがあるんですね。これも何がいいかというと、この大きさ、こんだけ入ってるんですよ、118ミリ。でもこれは結構コスパがいいので、こうジャボジャボ使えるというか、そういうところがあるので本当にね、効果を感じやすいんです。なので私はこの体の中からこのサプリメントを飲んで、外からはこのビタミン C のセラムでビタミンを補給するという、このビタミンタッグを組んでこれをやっています。で、暑い国にいて毎日日差しを浴びたりとかしてもそこまで気にならないし、やっぱりこういうものを飲んでるとあまり気にならなくなったっていうのは本当にあります。なのでこう外からのケアと内からのケアっていうのでダブルでやるとものすごくおすすめです。はい、では続いてご紹介したいのが、チャカチャカチャカーン、このコラーゲンパウダーになります。これはですね、粉なんですよ。こう袋状になってて、開けると中にこういう専用のスプーンが入っていてですね、中はこんな感じの白い粉になります。ちょっとね、怪しさはあるかなと思うんですけど、コラーゲン何がいいかというとですね、私最近そのお肌のこともそうなんですけど、髪の毛のケアをすごい頑張っていて、シャンプートリートメントとかもいろいろ使ったりはしてるんですけど、やっぱり体の中からしっかりとケアしてあげるっていうことが重要らしいんですね。なので私が最近取り入れたのがこのコラーゲン。でコラーゲンっていうのは体の中でやっぱお肌とかにすごく作用してくれるので、弾力、お肌に弾力が出てきたり、あとは骨とかにも結構いいみたいなんですね。でもちろん髪の毛にもすごい良くって、口コミもめちゃくちゃ良かったので試してるんですね。で私はこのコラーゲンパウダーは基本的にさっきのスプーン1杯1日取る感じで大丈夫みたいなんですけど、先ほどご紹介したこのプロテインに混ぜて一緒に飲んでます。1日3食しっかり食べるっていうことをあまりしないというか、朝はプロテインでも済ませてしまって、お昼は食べないことも結構あるんですね。であとは夜ご飯を普通に食べたりするんですけど、やっぱり女性とかって男性に比べて食事量がそこまで多くなかったりする中で、1日に決まった栄養素をしっかり摂るって、食事でね摂っていくってなかなか難しいことなんですよね。こういうものはやっぱり1回飲んで劇的に変化するっていうよりかは、長く続けてちょっと様子を見るっていう方が大きいので、これもちょっとしばらく続けてみようかなと。でもちろん口コミもとっても良かったので、やっぱり人気なのかなと思って、なくなったらまたこれも買い足してしばらく続けてみようかなと思っています。コラーゲンパウダーです。はい、ではまだまだ続きます。さっきのこっちのコラーゲンパウダーに付随しておすすめしたいのが、このケラチンのサプリメントです。ケラチンというのはですね、やっぱり何にいいかというと、髪の毛にすごくいいんですね。私やっぱり長さがあるっていうのもあるんですけど、枝毛とか切れ毛とかが結構多くって、一緒にゲットして最近飲んでます。でこれもやっぱり口コミがとってもよくって、これを飲み始めたら抜け毛が少なくなりましたとか、
あの髪の毛の立ち上がりが良くなりました。もちろん人によるので何とも言えないんですけど、私も最近これを飲むようにしています。でやっぱりその先ほども言った通り、一回飲んで劇的に何かが変わったかって言われたらそんなことはないんですけど、これとこれも合わせて一緒に飲んでます。これも髪の毛のケアとしてすごいおすすめで、あのこれもものすごい口コミが良かったんですよ。大きさとしてはですね、ちょっと大きめなのかな、こんな感じの錠剤になります。これを一粒飲んで、まあお水で一緒にゴクって飲んじゃうので味はね特に気にならないんですけど、髪の毛っていうのは年齢とともにエイジングヘアっていう風になっていくらしいんですね。なのでやっぱり若い時と同じ食事、同じシャンプー、トリートメントっていうのじゃなかなかケアしきれないところがやっぱり出てくるみたいなんですね。なのでやっぱりこういったサプリメントで補ってあげて、体にまず第一に行ってしまうと思うので、髪の毛に行くくらいまでのケラチン量をしっかりと摂取しないと髪の毛にまでケラチンが行き渡らないなと思ってこれも飲んでいます。でもうちょっとしばらく飲んでちょっと様子見たいなと思ってるんですけど、あの実際飲み始めて、私も抜け毛も本当にひどいんですけど、なんかちょっとマシになったかなっていう気はします、なんとなく。はい。あと残り3つとなりました。これはちょっとじゃじゃんとあのご紹介したいと思います。同じシリーズの私が飲んでいるのがこのルテインというものになります。これはですね、目にすごく効くって言われてるものなんですね。で私コンタクトレンズしてるんですけど、もうドライアイが本当にひどくって、もちろんお出かけしない日はメガネで過ごしたりすることも多いんですけど、病院に行ってドライアイの目薬もらったりしてもなかなかこう治らないというか、まあ、こうドライアイって多分治らないですよね。なのでもう目薬がもう必需品で欠かせなくって、お家のリビングにも置いてるし、あのベッドサイドにも置いてるし、バッグの中にも入れてるしって、もう何個もこうやってるんですけど、やっぱりそれでもどうしても結構私普段パソコンとかを使うことが多いので、やっぱり目を酷使してるんですね。でメガネもブルーライトカットのものを使ったりとかしてるんですけど、やっぱりそれでもなかなか追いつかないっていうのがあって、これもねものすごい口コミが良かったものになります。でやっぱり目がどうしても疲れたな、今日はすごい画面いっぱい見たなっていう時とか、これをあの飲むようにしていて、やっぱこの目の奥が重かったりとか、目がこうしばしばしてきて、こう乾燥がすごい気になるっていう時とかに、やっぱりこれを飲むと、これはね私夜飲んでっていう感じですと、朝とか結構ね目の感じが軽くなってるなっていうのは実際に実感しますね。はい。なのでまあこれもドライアイに気になってる方、すごく困ってる方とか、一度飲んでいただきたいなと思うサプリメントになります。であとはこの鉄サプリになります。女性とかは、まあ、やっぱり毎月一回、生理、月経があるじゃないですか。で、やっぱりその、男性に比べると、鉄分不足になりやすいんですね、女性って。以前私、ちょっと体調を崩して、病院に行った時に、ちょっと血液検査をした時に、あなた、栄養失調ですって言われたんですよ。ちょっと待ってください先生って、私しっかり食事もとってるし、そんなに外食すごいしてたわけじゃないんですね当時。なのでそのコンビニ食で偏った食事をとってたっていうわけでもなかったので、思い当たる節が何もなかったんです。それでも栄養失調って言われて、何がって言われたらやっぱこの鉄があまりにも足りなさすぎるっていうのがあって、そのグラフみたいなのを見た時に鉄分のところだけガタンってこう欠如してたんですよね。それでやっぱり先生にもなるべくこういったもので補った方がいいと。で食事でってなるとね、やっぱレバーとか
そういったものを食べないといけないって言われたんですけど、なかなかレバーを毎日食べるとか、その生理の周期に合わせて鉄分を取るってなかなか難しいですよね。なので私もこういったものを飲むようにするんですけど、私偏頭痛が本当にひどくって、もう痛み止めのお薬も常に常備してるくらいなんですけど、これ飲み始めてから回数が減りましたね。偏頭痛の回数が減ったりとか、これは本当にすごいおすすめで、女性の皆さんはなかなか自分自身でこういったものを食事から摂取することがなかなか難しいなと思うので、もう鉄分不足の女性ってね、意外とものすごく多いみたいなので、ぜひぜひこの鉄分で組み合わせとしてはですね、このビタミン C と鉄分っていうのを一緒に摂ると相乗効果があってよりいいって言われてるんですね。なので私はいつもこれ飲むときは鉄分と一緒に摂取しています。サプリメントによっては結構これとこれの栄養素を一緒に摂ってはいけないっていう、なるべく摂らない方がいいっていうものもあったりするんですけど、ビタミン C と鉄の組み合わせはものすごくいいみたいなので、私はこのビタミン C と鉄分は必ず一緒に摂るようにしています。なのでおすすめはこの2つを一緒に飲むっていうのがおすすめです。あと最後に一つおすすめなのがこちら。これは男性用のものになるんですけど、女性用のものもあって、私はその女性用のものも飲んでるんですけど、これはチャーンのために買ったサプリメントになります。で、チャーンもですね、やっぱり、仕事をしてる、労働を結構しっかり体を使った仕事になるので、やっぱり疲れが溜まってくると、朝起きてもなかなかこのだるさが取れないとかっていう問題があったりして、もちろん食事面でお昼ご飯、朝ご飯、しっかりバランスの取れた食事取れてますかって言ったら、どうしてもやっぱり女性も男性もなかなか栄養バランスをしっかりとした食事って今取りにくかったりすると思うので、これはマルチビタミンになるんですね。なので総合的に男性に必要だって言われているビタミンがギュッと一粒になったサプリメントになります。結構ね、大きさは大きいんですよ。これくらいになります。こんな感じで匂いもねちょっとあるんですけど、これもでもものすごく人気のもので、一粒で栄養素がしっかり取れるっていう、このお手軽さがいいなと思って、チャーンにはしっかりとこれも飲んでもらってます。なので男性の方で疲れやすいなっていう方とかにはこのサプリメントもおすすめなので、ぜひ飲んでみてください。はーい、では皆さんいかがだったでしょうか。今日は結構たくさんのものをいろいろご紹介したんですけど、本当に私アイハーブではこういうサプリメントから食品とかもいろいろ買ったりしてるんですけど、いろいろ試していて、ここに残ってるものたちは結構いろいろ試した中でいいなと思って、もうリピートしてずっと買ってるものが多くなります。まだまだ、紹介したいものはたくさんあるので、まだ、これからもまたいいものがあったらいろいろシェアしていきたいなと思います。なるべく現代のやっぱ社会は、食事が結構おろそかになってたりすることも多いので、気になる方はこういったもので自分の体の健康だったりとか栄養素っていうのをしっかり取り入れてみるのもいいのかなと思います。参考にしてもらえたら嬉しいです。では今回の動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。